演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はチラッチラッ手作りアブタエムチというものを食べてみたいと思います。アブタエムチ、私は福井の名産だった。私、ご当地お菓子を聞いたことはありますが、食べたことはないですね。お餅が大好きなので楽しみですね。その3種類入っています。で、多分これはスタンダードで、これが好きなので、これが昆布、なんか昆布のお餅って初めて聞いたんですけど、やっぱりまずはスタンダードからですよね。中身はこんな感じですね。ペラペラ、あら、あんこみたいなのが入ってないね。このままで食べてくださいということなんでしょうね。では、いただきます。あれ、一見すると取り立てて保証がないように見えたけど、しっかり味はある。はい、次はきなこいってみましょう。まあ、想像はつくんですけど、きなこ飛び散らないようにしないと。これは飛び散らないように、このままいただきます。きな粉はやっぱり香ばしいですね。この味がいい。はい、ではこのラスト、この昆布のお餅ってそもそも想像できないんですか。甘味になるっていう想像がそもそもできない。昆布茶とかはありますけど、どんなものなんですか。では食べてみたいと思います。昆布というのは本当に今までにないお餅ですね。ああ、しっかり味する。最初に食べたこのスタンダードの羽豚餅は本当に見た目、あんことか何も入ってないと思ったんですけど、噛んでみると意外に甘みがあって美味しかったです。お餅自体に甘みがあるってことなのかな。そして一口で食べやすい大きさにあることもあり、とっても美味しかった。ただ白いご飯がちょっと落ちやすいのはネックですが、それはまあお餅だったら仕方ないかなと思いました。というわけでこちらも点数とさせていただきます。そして2つ目に食べたこのきなこ羽豚餅は、きなこが香ばしさが普通のものとはまた違った味わいを出しています。きなこが入ってやっぱりお餅って美味しくなりますね。というわけでこちらも点数とさせていただきます。そして最後に出てきたあのこの昆布羽豚餅っていうのも、なんか昆布という意外性があり、食べてみた感じもやっぱり昆布の味がしましたね。でもそんなに強烈でもなくて、ちょっと程よくほのかに海の香りが香ってくる、口の中で広がっていく、そんな感じです。なので昆布が好きな方にはぜひ食べてもらいたいお餅ですね。そういった意外性を狙っているお餅です。そういえばどこかで青のりが入ったお餅もあるのがあるので、今はそれは関係ないですね。昆布が美味しかったので、こちらの点数、こちらもきなこと同じくこちらの点数をさせていただきます。あぶたえ餅、美味しかった。やっぱりお餅は弾力がいいんですね。ただお餅というよりはちょっと大福の外側の牛皮に近いような気もしますが、まあそれもお餅ちゃお餅か。次はもっと大きなもので食べてみたいですね。それで風花の砂漠に咲くか、人の目は草木かかりでは一面広がっていても人は生きていけません。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。